アブダラー・ケリム・ムラブティは、スウェーデン・ストックホルム県、ナッカ出身のサッカー選手。ベルギーファースト・ディビジョン A キロボルトメヘレン所属。ポジションは MF。5歳の時にエンシェーピング、SK のユース・アカデミーに入所。2012年にサンブリーグで、プロデビュー。2013年から2年間は、IK、シリウス・フォトボルでプレー。2015年シーズンよりユール・ゴーデン・イフでプレー。 2018年シーズンには国内カップ戦スウェーデンカップで優勝を経験した。2019年1月19日、バーミンガムティ FC と1年半の契約を締結。加入後即先発に定着するも、チームはエフルチャンピオンシップで振るわず、18位、20位と低迷。さらに COVID-19 の影響による財政難により、2019から20。 シーズン終了後に契約満了で対談となった。2020年8月18日、キロボルトベヘレンと3年契約を締結した。プロデビュー前からユース世代のスウェーデン代表に招集され、2017年には UEFAU-21 欧州選手権に出場。フル代表には2016年1月に初招集。7日のエストニア戦でスウェーデン代表初出場。 しかし、以降は、スウェーデン代表での出場がなかったために、2018年には2018、FIFA ワールドカップ時に、チュニジア代表入りの可能性も報じられたものの、結局未招集で終了。同年11月には、スウェーデン代表に招集されたものの不出場に終わり、以降は、代表を未招集となっている。ありがとうございます。